回は胸ぐら捕まるときの体操を、街中とかね、駅とか見ててもですね、本当に呼ばれる喧嘩とかで胸ぐらの掴み合いとか、いろんなことあります。を見てきました。今日はですね、こちらの対処法をご紹介させていただきたいと思います。もしヤンキーが、これね、はい、ビビっちゃダメです。実は胸ぐら捕まるときチャンスがいっぱいあるんです。相手がもしやってきたときに、相手の手をまず押さえます。押さえた状態で顎を押さえながら倒して、これがやってもらうと相手は簡単に転んでくれます。で、なんでこれで転ぶのかという話なんですけど、顎って唯一突起してるんで、持ち上げやすいんですね、顎は。このままぐーっと持ち上げてもらうと、顎浮きます。そうすると上体がのけぞるんで、倒しやすい状態にはなるんです。相手が前重心、こうなってくるとやっぱり力は強いですけど、重心が後ろに行くと絶対に倒れません。ポイントとしては、動詞が一番いいんです。捕まるね、手を掴む、足払いと同時です。終わります。これが例えば、お願いします。掴まれて、やめてよやめてよ、こんなことやったら多分相手こうやってなんか怒られると思うんですけど、やめてよーと、うるさいよーって。相手は油断をしているので、状態が浮かされて、今より綺麗にね、転ぶことができます。これ本当にね、やばい時はぜひこちらの技を使って回避してみてください。一番上からは、押し込まれちゃう。で、その、やばい、もうこの状態じゃなくて、ね、結構難しい。はい、まあ、壁についててもね、できるんですけど、対処するために、あまり距離を近づけさせないように、普通にね、このまま置いて、もうやめてやめてみたいな、こうやるだけでも全然いいんで、こう突っ張り棒とかね、はい、やってもいいし、このまま目をついたりも、はい、いろんな技があるんで、もしね、掴んできたときに、相手をなるべく近くに入れないように、なるべく離してあげるか。で、もし手をね、それでも離してくれないとか、時だったら前紹介したこの指取りでもいいです。このまま、こんな感じで、いいよね。大丈夫と思います。こういういろんな技の対象はありますけど、もし練習する際は、必ずね、安全に考慮しながら練習はしてみてください。まあ本当にね、怪我だけしないように、いざという時だけの技になるんで、トラブルに合わないことが一番大事なんで、お気をつけてください。よし